雷に打たれて首飛んだらチャンネル登録よろしく。チャンネル登録ありがとうね。ごきげんよう、タッパだです。今回もね、ラブラークさっていこうと思います。今回最強の YouTuber を目指すゲームの世界にやってきました。すでに有名人がたくさんいるんだけど、悟空にロジャーね、バナナくんもいた。ライバルがたくさんいるんだけど、このカメラを使ってね、有名 YouTuber を目指していきたいと思います。さあ、まずはここ僕ん家なんだけど、ちょっと入ってみよう。 YouTuber の家だね。 YouTuber になる前の家だね。入らないんだこれ、入れない。一旦カメラをしまって、あ、開いた、ドア開いたよ。大丈夫か。よしよし、さあ家に入ってみよう。さて、とりあえず家にやってきました。最初からパソコンとか椅子があるんだね。バナナくんが来てよ。とりあえず座って。あ、これで作業するのかな？あ、こうやってカチャカチャすると、上の、なんか数字が減って、こっちのお金の方が増えてくね。データがお金になって、これが、再生数かな？おー、でもチャンネル登録者数、これがね、チャンネル登録者数は、0人。まだ始めたばっかだから、まだ0人だね。よし。まずは一人目頑張ろう。よいしょー。おっと。データを使い切った。あ、見てください。ついにチャンネル登録者、一人達成しました。やったー。YouTuber への道の第一歩が進みました。よし、この調子で、どんどんね、チャンネル登録者、増やしていこうと思います。え、なにこの人。重力おかしいことになってるよ。これちょっと撮影しよう、これ。よーし、これでチャンネル登録者増えるよ。よーし、取りまくれ、取りまくれ。こんな感じでデータを集めていくのかな。よし、で、たまにこういうダイヤモンドも取れんだね。画面にダイヤモンドがね、出てくるんだけど。一応集めとこう。で、ここにね、いろんなショップがあって、ちょっとここから入ってみようかな。あ、ここでなんかカメラとか、いろいろ売ってるんだね。で、お金、貯まったお金で買うという感じか。今これか。今これ一番最初のやつ。どうしようかな。まだ全然何も買えないね。あ、これ買える。このパソコンかな？ちょっと買ってみよう。よーし。じゃあ一旦ね、家に帰って。よし。じゃあ早速、新しい、買ったね、パソコンを設置しよう。さて、え？同じやつ。まさかのこれ同じやつだった。同じの買ってもあんま意味ないんじゃないこれ。よし。ちょっと人ん家に勝手に入ってきてんだけど。チャンネル登録者一人しかいないのに。なんかファンがたくさんいるね。よし、じゃあ編集でもするか。よし、カチャカチャやって。さあ、みんな見てくれ、この動画を。いいよよ。さあ、チャンネル登録者2人達成しました。よし、データを使い切ったね。目の前で撮影されてんだけど、編集してるところを撮影されてんだけど。よし、で、撮影したデータがなくなったら、またね、こうやってね、外で撮影しまくって、データを集めまくろう。そういえば、こっちのショップも見てみようかな。さあ、ここは、あ、ダイヤモンドで、宝箱がもらえるってことか。今これ足りないね。ここはまだ何も買えないね。じゃあこっちのショップは何だろう。さあ入っていって。さあここは、あ、椅子とか色々売ってるんだね。あ、チケット5枚で買えるってことか。あ、全部チケット5枚だね。ちょっとテーブル買おう。で、さっき買ってきたテーブルをね。じゃあこの辺に設置しようかな。隣にテーブルあるから。ご飯食べながら編集できちゃうね。ご飯ないけどね。よーし、そじゃあ、やりまくろう。よー。ここでチャンネル登録者10人超えました。ずっと取られてたね。チャンネル登録者、11人しかいないのに、ファンがたくさん集まってきた。これ全員僕のチャンネル登録者なのかな？ 11 人以上いないか？すでに、人気だね。じゃ、データも集まってきたし、家に帰って編集するか。さあ、よー、みんな来たよ。
さあ、これ僕んちね。さあ、家に入って。よし。家はゆっくり編集作業できるね。入ってくるんか、やっぱ。よし、チャンネル登録者も20人超えました。なんかいっぱい来たね。家にいっぱい来てよ。あれ消えたね。よし、オッケー。データ使い切ったね。600ドルぐらい稼げた。チャンネル登録者も61人まで増えました。よいしょ。さあ、じゃあ600ドル稼いだんで、なんか買えるかな？性能のいいカメラ買いたいね。よし。じゃあショップに行こう。さあ、じゃあね。400。あ、これ買えるね。このカメラなのかな？何これ？ノートパソコン型のカメラ？おー、新しいの買いました。DS みたいだね、なんか。よーし、これで、さらにいい映像を撮影していこう。よーし、お !1 クリック4稼げるようになってるよ。いいね、いいね。やっぱこう、いい性能の機材だと、やっぱ稼ぎやすくなるんだね。じゃあ他の YouTuber の家にも行ってみようかな。そこの家、青いね。家の色とかも変えたりできるんだね。じゃあ、お邪魔しまーす。うわぁ、すげぇ。え、この人すごくない？おしゃれだね。YouTube の記念のやつも飾りであるね。これ、やり込むとこういったのももらえるんだね。それから、おぉ、ここで編集してるのか。あ、いいなぁ。僕またはノートパソコンだからね。性能の悪いノートパソコンだから、僕もね、やり込もう。おぉ。顔が現れてた。よし、とりあえず、ひたすら、やり込もうと思います。よし、データを集めまくろう。よいしょ。データの数、2000、超えました。さあ、編集作業に向かおう。これをすべて、お金に変えるよ。パスタくんがいたね、また。よし、じゃあこれをやって、なんだ？白いぞ。おぉ。パソコンも新しいのにしたいね。まだ性能の悪いこのノートパソコンだからね。よし、お金を貯めて、新しいか、パソコンをね、買うために、頑張りたいと思います。よいしょー。よし、2000ドル超えた。そしてチャンネル登録者、200人突破しました。きた、ついに200人だ。チャンネル登録者してる、チャンネル登録してくれてる。200人、ありがとうね。よーし。200人のために、またね、面白い動画を作るために。ちょっとじゃあ、新しいパソコン買おうかな。200ドルまで来たから、あ、これギリギリ買えないか。いや、これでも欲しいな。2300ドルのこれ、ちょっと貯めていこう。あとちょっとだから。よし、お金貯めてきたんで、じゃあこれ買いたいと思います。なんだこの、パソコン。なんか固定するタイプなんだね。よーし、三つ目だね。よっしゃ、これ。これなんだろう、これ外せないかな。あ、これで取り外せたね。で、それから新しいパソコンを設置して。あ、これじゃないな。これか。さあ、見てください。新しいパソコンになりました。画面でかくなったね。これ、どれぐらい効率アップしたかな。お、1回で16ドルも稼げる。うわ、もうゼロになった。めちゃくちゃ稼ぎやすくなったね。よし、じゃあ、データがゼロになったんで。さあ、編集作業だ。よいしょー。データを使い切って、それにチャンネル登録者数を稼ぎまくろうと思います。よいしょー。チャンネル登録者数、400人超えました。チャンネル登録しててあげるとね。よーし。結構増えてきたんで、お金もだいぶ貯まったんでね。じゃあ次はね、新しいカメラ買おうかな。カメラの性能もアップしたい。よし、4000だから。あ、この青いの、ギリギリ買えないね。ちょっともう一回、ちょっと集めていこう。じゃあ5000まで貯めてきたんで、じゃあこの4000の買おう。よし、新しいカメラ。ほー。なんか使い捨てカメラみたいだね。よし、じゃあこれで。いろんなところを撮影したいと思います。死んだ。あ、よかった。一応復活するんだね。よっしゃー。
復活系 YouTuber になってきました。ちょ、データ6万溜まったんで一旦家に帰って編集するか。よーし、おー、家にすでにファンがいた。よし、じゃここで作業するか。よし、さあみんな見てくれ、超高速カメブレやっていこうと思います。おーおー、この速さめちゃくちゃファンがいるね、家にも。どうなってんだこれ、もうファン参加型 YouTuber 系 YouTuber になったね。いや、なんだそれは。もうよし、頑張りたいと思います。うおー、よし、とりあえずデータ使い切りました。いや、結構大変だったねこれ。いや、ロジャーが幽体離脱してる。ロジャーのスタンドみたいになってるよ。よし、とりあえず新しい、じゃあ次はねパソコン買おうかな。6万も貯まったんで結構いい性能のパソコン買えるんじゃないかな。よし、じゃあ YouTube ショップに向かって、じゃあ次はね、6万だから、あ、これ欲しいな、7万のこれ。7万まで、ちょっと貯めて、7万貯めてきたんで、これかな？よし、新しいパソコン買いました。じゃあ早速、設置しようかな。じゃあこの辺に設置して。いやでもこれ椅子ないから、作業できなくない？椅子もちょっと買ってこう、新しいの。ちょっとね、形の面白い、この黄色い椅子、買おう。じゃ、この辺に設置して。よし、新しい作業スペースができました。来た、新しい、このパソコンで作業だ。ちょっと高いな、この椅子。足の方にキーボードあるよ。これなんか作業しにくそうだな。編集しにくそうだね。まあ、とりあえず、新しいパソコンにしてきたんで、ちょっとやる気出たね。よーし、じゃ、この調子で、稼ぎまくろう。ちょっとね、これもちょっと買ってみようかな。なんか課金なのかな？ 400 円くらい使って、これ買おう。よし、買いました。これちょっと稼ぎやすくなってる？家に設置するタイプか、この、なんか、魔法の杖みたいな。じゃ、これをこの辺に設置しよう。あれ？設置できない。あ、ここに設置できたね。これで、何か能力がアップしたのかな？じゃ、ちょっと作業してみよう。さ、これで、なんか変わったかな？あれ？おかげで稼ぎやすくなったとかそういう感じかな？あ、わかったこれ。ここのやつ見ると、杖をここに置くじゃん？で、パソコンと繋げることによって、何か能力がアップするのかな？ここのやつみたいな感じでちょっとやっていこう。待て待て、なんか、人がいっぱいいると作業しにくいね。そうで、一回この、家にロックかけよう。よし。あ、これ家にロックかけたから、多分プレイヤー入れなくなったね。これで作業するか。じゃあ、一旦、これ消して、で、ここに杖を置いて、その隣に、パソコンをこう設置して、で、椅子かな？よし。これちょっと作業してみよう。あ！ほら、なんか繋がってる、ここ。これでなんか能力アップしてるっぽいね。よし、やってこう。あ！ 160 になってる！さっきまでは、120とかだったんだけどね、確か。ちょっとアップしてるね。しかもなんかもらえる。たまになんかもらえるね、お金が。おー。よし、能力アップしたね。じゃ、やり込もうと思います。よいしょー。よし、データを使い切りました。お金もじゃあ溜まってきたんで、新しい、なんか買おうかな。じゃ、次はね、ちょっとカメラ買いたいね。新しいカメラ。7万。じゃ、10万貯めてきたんで、これ買いたいと思います。さらに、性能アップしてよ、このカメラ。おー、でけえ。めちゃくちゃでかいね、このカメラ。新しく買ったカメラで、撮影しまくろう。新しく買うとね、
今すぐにもう撮影したくなるよね。よーし、こう街中家の屋根登ったりしてね、隅々まで撮影しよう。よーし、これ見て見て、これ貴重な花だ。ちょっといっぱい写真撮ろう。おーし、あ、もしかして有名人ですか？ちょ、写真撮らせて。待て待て、写真撮らせて。有名人だ多分。よし、写真撮りまくろう。うおー、近い近い、めり込んでるよ。よーし、撮りまくるよ。うおー、ということで、やり込みまくってデータ80万貯めました。いや、家に集まりすぎ、めちゃくちゃいるね。じゃあ一旦作業するか。一応ロックかけてんでね、みんなは来れないね。よーし、じゃあデータ使い切りたいと思います。よいしょー、行くよ。これもういくら貯まるかな。もうチャンネル登録者もう5000人超えてたね。さらに頑張りたいと思います。よいしょー、よし、100万ドル貯めました。これね、ちょっと宝石もね使っていこう。じゃあこのダイヤモンドが2万くらいあるんで、6万のはできないね。じゃあこれやってみよう。サイーノ来てくれ、頼む。さて、何が来る？うわーっと、ちょっと色的に良くないのかな？ハズレかな？まあ、いっか。100万貯まったんで、次はね、じゃあこれ買おう。おばあちゃんが使ってそうな、このパソコンね。買いました。さあ、家に帰って、設置しよう。じゃあ、ここに置いて、で、今まで使ってきたパソコンはね、ここに一応並べとこう。よし、歴史としてね、並べて。で、さらに、オブジェだね。これか。さっき手に入れたこれ、オブジェ。これで上に書かれてる数字分、効率がアップするってことかな？ちょっとこれもね、向きをこっちにして。これ 400% くらい、お金稼げるようになったってことかな。ちょっとやってみよう。おー、一回で、1万以上も稼げるよ。めちゃめちゃ効率アップしてる。よーし、稼ぎまくろうと思います。うおー。チャンネル登録者、1万人超えました。いや、ついにここまで来たか。チャンネル登録してくれてる1万人、ありがとうね。この調子でまだまだ頑張りたいと思います。よし、1億ドル稼いできました。よーし、おーおーおー、死ぬ死ぬ。僕ん家の目の前で死んでるよ、誰か。やめてよ。じゃあちょっと部屋入れるようにしとこう。よし、じゃあ1億ドルも稼いだんで、新しい高性能パソコン買おう。あ、カメラか。次はカメラだね。じゃあ1億だと、9000ドルの、これ買えるね。うわ、なんか光ってる。めちゃくちゃいいんじゃないこれ。うわぁ、なにこれ。やばすぎたん、これ。やばすぎたんすぎるでしょう。とんでもないカメラ買いました。よし、じゃあこの上登って、街全体を撮影していこう。よーし、ここまで来たよ。そりゃ太陽のような光でみんなを撮影する神プレイ、やっていこうと思います。うおー。いや、タコボンドです。データ7000万貯まったんでね。よし、編集するか。みんな、貯めてきたよ。え、もしかして、有名人ですか？マイク持ってる。ちょ、撮影しよう。近い近い。めちゃくちゃ近い距離で撮影できたね。じゃ、宝箱のこれも開けてみようかな。よし、これは、あ、でも足りないか？あ、足りるか、ギリギリ。よし。さあ、何がいる？一番いいやつ来てほしいな。さて。400% の、これね。手に入れました。じゃあ、家に帰って、いろいろ編集作業していこうかな。そう。めちゃくちゃいたね、ファンが。
これで新しいオブジェも設置したんでね。これかなり効率アップしたんじゃない？よっしゃ、このデータ7000万使い切りたいと思います。いやーこれは大変だよ。でも頑張るよ、編集。よし、とりあえずお金がね、4億ドル貯まったんで、これでね、新しいパソコン買えると思うんだよね。これだ。欲しかったパソコン。めちゃめちゃ光輝いてんね。よし、買いました。てか、次が最後のパソコン？金なんだけど、これ。え、もうここまで来たよ。最後のカメラも買いたいね。このパソコンでけえ。なんだこれ、モニターが2つあるってことかな。めちゃめちゃ光輝いて、目に悪そうだな。どうなってんだこれ。なんだこれ、どういう作業してんだ。もはや画面見てないね。ちょっとね、こっちの扉の先、気になってたんだけど、あ、ここ、宝石使うことによっていけるのか。あ、足りてるね、これ。来た。まだまだ高い、高性能なパソコンとか、カメラとかあったのか。まだまだ先は長いな。これなら、チャンネル登録者100万人とか目指せるね。OK、データ、使い切りました。チャンネル登録者数も気づいたら4万人超えてた。ここまで来たか。いやでもまだ自分超えられないな。タコボンドのチャンネル登録者数は超えたいね。それ目標としてやってたんだけど、まだ4万人だね。そう、10万は行きたいところだね。じゃあ一旦こっちの部屋行って、ここでね、部屋のね、大きさとかも変えたりできんのかな？家の見た目とかね。あ、ちょっとここお金使ってみよう。あ、こっちのスペースが広がったね。ちょっとスペースを広げていこう。OK。いや、結構これお金使うんだね。よし。こんな感じで広げて。ここは、あ、家の見た目だね。家の見た目は、じゃ、これにしようかな。黒曜石でできた家みたいな感じでね。家の見た目が変わってる。やばいな、この家。硬そうだね。よし、入ってみるか。部屋も、あ、広がってるね。あ、ちょっとじゃあこれいろいろ設置し直そうかな。ちょっと綺麗にしていこう。さあね、完璧な家が出来上がったんで、早速見ていこうと思います。よし。ついにここまで来たか。大変だったな。入っていって。さあ、僕の家。こんな感じになりました。見た目がとんでもないことになってんね。そして、今まで使ってきたパソコンたち。で、くつろげるスペースがあって、で、いろんなオブジェがね、YouTube の記念のオブジェがあって、で、ここにはね、最強のパソコンがあります。あとちょっとでね、チャンネル登録者が記念すべき10万人超えるんで、10万人までやっていきたいと思います。よいしょ。あと数百人で達成する。みんな、チャンネル登録してくれ。来た。え、なんか鐘の音が鳴ったよ。よーし、10万人超えました。みんな、チャンネル登録してくれてありがとう。よし、まだデータがあるんでね、これ使い切っちゃおう。データ使い切りました。チャンネル登録者数、116,936人。総再生数、17,823,066回になりました。みんな見てくれてありがとう。みんなチャンネル登録ありがとうね。それじゃね、今日はこの辺で終わりたいと思います。最強の YouTuber になれました。それじゃね。